さて、今日はですね、ジャズミュージシャンの一日ということで、高田の馬場さんにサイドでですね、まあ人数制限とかいろいろちゃんとやる、ジャズのライブ、ドラマーの木村博くんのリーダーのね、木村博カルテットのライブがあるんですけれども、それについての、Vlog にしたいかなと思っております。井上の真似をしてシネマ価格で、お届けしようと思います。とりあえずジャズのライブっていうのはですね、入りが遅いんですよ。あのリハーサルとかサウンドチェックとかがね、比較的遅くて、今日もね、5時半入りなんですね。そうなんで結構ね暇です。はい、さっき入れちゃおうか。